アレクセイ・バシリエヴィチ・アレリューヒンは、ソビエト連邦の軍人、二重ソ連邦英雄。最終階級は、空軍少将。第二次世界大戦では、個人撃墜40機、共同撃墜17機を記録する、エースパイロットとして知られる。大戦中は、第九新鋭戦闘機航空連隊に所属し、戦後は、朝鮮戦争なども経ながら、第28戦闘機航空師団の指揮を取った。 1985年に退役。荒れヒ品は、1920年3月30日に、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国、トベリシューケソバゴラで生まれた。1930年代に、荒れヒ品一家は、モスクワへ転居。1936年に第7学年を終了した、彼は、モスクワのカンツプロム工場に就職した。1938年に、 オクチャブリスキー飛行クラブを卒業すると、その年の12月に赤軍に招集された。1939年、アレリューヒンは、ボリソグレブスク空軍飛行士学校を卒業し、11月5日に、小伊保へ昇進した。その後、彼は、オデッサ軍管区の第69戦闘機航空連隊に配属された。 1940年6月から7月にかけて行われたソビエト連邦によるベッサラビアとキタブコビナの占領では、アレルヒンは第69戦闘機航空連隊と共に航空防衛を担当した。この連隊には主にポリカールポフアイ -16 が配備されていた。1941年6月22日、ドイツはバルバロッサ作戦を展開し、 ここに大祖国戦争の火蓋が切られた。この時すでにベッサラビアは最前線と化しており、アレリューヒンはベッサラビア防衛の任についた。8月初旬より、彼は連隊と共にオデッサへ移動した。9月2日、彼は硫酸弾の破片を背中と腕に受け、わずかではあるが負傷している。9月8日、昇意へ昇進。アレリューヒンは11月5日に一度目となる。 赤旗勲章を受章した。また、この年の秋に、連隊は、ラボーチキンゴルブーノフグルドコフラグマイナス3を受領している。1942年2月10日、アレルーヒンは、レーニン勲章を受章した。同年3月、彼の所属している第69戦闘機航空連隊は、一連の功績により、第9新鋭戦闘機航空連隊へ解消した。 7月30日、アレリューヒンは、硫酸弾の破片を受け、再び背中と腕を負傷している。1942年後半には、彼は、連隊と共に、スターリングラード攻防戦で、戦闘任務の遂行に当たった。8月10日、彼は6機のラグマイナス3を引いて、ドイツ空軍のメッサーシミット BF-109 を10機、迎え撃ち、このうち1機を撃墜した。 一週間後、アレルヒンは単独で飛行中に4機の BF-109 から攻撃を受けた。彼はビブの BF-109 を6度にわたって巧みにかわし、窮地を切り抜けることに成功した。なお、この交戦中に1機の BF-109 を撃墜している。9月22日、赤星勲章を受章。10月19日には注意に昇進した。この頃、連隊は、 ヤーコブレフヤク -1 を再配備している。注意昇進を受け、アレリューヒンは、第9新鋭戦闘機航空連隊第1、飛行中隊の指揮官に任命された。彼は、自身の中隊に配備されている戦闘機のスピナーを赤く塗装したが、この案はすぐに、他の連隊にも採用されている。1943年初頭に、彼は、ロストフの戦いに参戦した。アレリュヒンは、 1943年3月22日に大尉へ昇進した。6月、彼は硫酸弾の破片を頭に受け、継承を負っている。7月14日、アレクサンドルネフスキー勲章を受章し、8月1日には自身2度目の赤旗勲章を受章した。8月中に、連隊はアメリカから P-39 エアラコブラを受領し、アレ流品によれば、 戦火は少なくとも17機撃墜に達していた。8月から9月にかけて、彼は、ドンバス戦略構成に、9月から10月にかけては、ドニエプル川の戦いに参戦している。8月24日、アレリューヒンは、総出撃回数265回、空戦65回、敵機撃墜数11機の功績を称えられて2度目の、レーニン勲章を受賞し、ソ連邦英雄に劣勢られた。 10月8日には3等、スボーロフ勲章を受賞している。11月1日、喪失撃回数410回、空戦114回、敵機撃墜数26機の功績を称えられて、再びソ連邦英雄に劣勢られた。1944年3月25日、荒れヒ品は詳細昇進した。4月から5月にかけて、彼はクリミア攻勢に参戦した。 5月5日、クリミア半島を飛行中だったアレリューヒンは、遭遇したドイツ空軍のフォッケウルフ FW190 を撃墜した。しかし、自身の機体も FW190 との戦闘で損傷しており、彼は脱出を余儀なくされた。彼は、戦列の合間に着陸したため、ソ連軍を前進させて救出されている。クリミア攻勢が成功を収めると、連隊は、 チカルフスキー空港に移動し、ラボーチキンラマイナス7を使用した再訓練を行った。7月、ア荒れヒ品は第9新鋭戦闘機航空連隊福祉機関に任命された。連隊は10月に前線へ戻り、その後すぐ軍備ネーム作戦に動員された。1945年1月、ア荒れヒ品は、ケイニヒソベルクの戦いに参戦した。3月27日、 彼は、ピラウ西方のバルト会場で2機の FW190 を撃墜した。ケーニヒスベルク観落後、連隊は4月にザーアームラント構成、ついでベルリンの戦いと目まぐるしく戦地をかけた。4月19日、ベルリン上空で1機の FW190 を撃墜。4月20日には、自身3度目となる赤旗勲章を受章した。ジョージ・メリンジャーによれば、 対戦終結までに、アレヒ品は40機を個人撃墜、17機を共同撃墜したとされる。総失撃回数は601回に上る。これにより、彼は、第9新鋭戦闘機航空連隊のトップエースとなり、ソ連軍のエースパイロットでも15番目の高記録を残した。しかしながら、ミハイル・ブコフは28機撃墜という低記録を主張している。 1948年4月13日、アレリューヒンは仲裁昇進した。11月、彼は MV フルンゼ名称軍事学校を卒業。1950年3月、彼は第151新鋭戦闘機航空士団の副指揮官に就任した。7月、アレリューヒンは士団と共に中華人民共和国へ移動し、同地で 第64戦闘機航空軍団に加わる形で朝鮮戦争に参戦した。10月20日、彼は大佐へ昇進し、11月には同軍団の第28戦闘機航空師団指揮官に任じられた。1951年12月、師団は中国を離れ、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国の爆防空管区へ配属外となった。1952年3月、 彼はソ連空軍参謀本部で航空部門の統括を任じられ、11月までこの職に当たっている。1954年、アレリューヒンはケイー・ボロシーロフ名称高等軍事学校を卒業した。アレリューヒンは、その後、ワイエーガガー林名将空軍学校の戦闘機部門と航空戦術部門の副長に就任した。1956年、彼は同学校で、 舞台訓練方法部門の副長も兼任した。1961年、荒れヒ品は第95戦闘機航空手団の参謀長に就任。1961年にはモスクワ軍管区航空部隊情報部門の参謀長へ配属外となった。1970年から1974年の間に彼はミンスクに位置する。 第26航空軍の副参謀長を務めた。1971年11月8日、彼は少々へ昇進した。1974年により、モスクワ軍管区の副参謀長として、展示航空機を担当。1980年から1985年の間に、彼は、モスクワ軍管区航空副参謀長を務めた。1985年8月に退役し、 以降は、モスクワで過ごした。1990年10月29日に死去し、遺体は、ノボデビチ墓地に埋葬された。ありがとうございます。